滋賀県は今日新たに6人の新型コロナへの感染が確認されたと発表しました。東近江市にある回転寿司店で今日、社会貢献活動の一環として地元の子どもたちを招待してのマグロの解体ショーが行われました。この催しは回転寿司店海鮮寿司海座の八日市店が開店20周年の社会貢献活動として企画しました。今日のテーマは食育、それも寿司ネタの中でも大人気のマグロを使ってのものです。地元保育園の園児など子どもたちおよそ40人が招待され、まずはクイズなどを通してマグロについての知識を深めます。そしてお待ちかねのマグロの解体ショー、重さ52キロの本マグロが職人2人がかりで解体されていきます。解体された部位は子どもたちの目の前へ。初めて見る子どもたちも多く興味津々の様子です。ネタの形でしかお客様には、お見せすることができていないんですけれども、今回魚から、直に下ろすということで、命の大切さ、尊さを、今回、味わっていただこうと。海鮮寿司海座では今後も食育など社会貢献活動に各店舗で取り組んでいきたいとしています。城郭文化の発展やお城ファンの交流を目的としたお城エキスポの滋賀県出張版が長浜市で開かれました。この出張お城エキスポ in 滋賀琵琶湖2021は毎年横浜で開催されているお城エキスポの滋賀県出張版として開催されました。出張版の滋賀県での開催は去年に続き2回目で、会場の長浜文化芸術会館ではお城に関するさまざまな展示やグッズの販売も行われました。会場となった長浜らしい展示として今回設けられたのが、湖北地域を本拠地とした戦国大名浅井氏にまつわる展示です。古文書や絵図など浅井氏に関する資料のほか、居城であった小田城城のジオラマなども展示され、会場に集まったお城ファンたちが熱心に見入っていました。